アナドック本部国連薬物犯罪事務所は1997年に設立された国際連合の機関で薬物規制と薬物犯罪対応に加え人身売買や資金洗浄を含めた組織犯罪や汚職などの腐敗対応を目的とする。1991年に国連薬物統制計画及び犯罪防止刑事司法計画をそれぞれ設立。 両者を統合した1997年、国連薬物統制犯罪防止事務所を設立した後、2002年に国連薬物犯罪事務所に名称変更している。ウィーン本部のほか、世界各地に支部を置く。主に拠出金で運営され、職員数は2009年時点約450名、2015年時点で約698名である。 各機関への助言や司法制度整備支援をはじめ、関連する調査、統計等も言っている。国際的な組織犯罪の防止に関する国際、連合条約と国際連合腐敗防止条約の執行にも携わる。さらに、犯罪の問題に関連して、世界のエイズ、HIV 問題や刑事施設の監視も行っている。アナドック代表、ガーダ・ワリー・当たり事務所は、ウィーンに、 本部事務局を置き、職員数は、世界の現地拠点に勤務する者を合わせると、およそ1500人から2000人である。ニューヨークとブリュッセルに置いた、連絡事務所に加え、現地事務所21カ所を構える。代表の人事権は、上部機関の国連事務局にあり、2020年2月1日に、着任した代表ガーダ・ワリー・コダ・ホティ・ワリーの肩書きは、国連事務局長兼務である。 前任者は中イギリスロシア大使から転じたユーリ・フェドートフ。アナドック配下に国際麻薬統制委員会事務局を置く。総監督始順。ありがとうございます。